はい、みなさん、こんにちは。Today's video is an interview. I interviewed Haru-san from Norway, currently living in Tokyo. He came to visit us in Yamanashi, last month. So I asked him to appear in this video because he's very interesting, especially for those who want to work in Japan but are not currently in Japan.It's because he found a job at a Japanese company when he was in Norway. So in this video, I'll ask him about his job search process and you'll find out what websites he used. I'll also ask him about how his life is in Japan and how he learned Japanese. You'll find out how much rent he pays for his place in Tokyo or even the rent my husband and I paid when we are living in Tokyo.I'm sure this video is actually interesting, so make sure to watch it until the end. The interview is in Japanese and we'll be talking at a natural speed. So if it's too fast for you, you can try watching it at 0.75 times speed or use subtitles in English or other languages available. Okay, so now let's watch it. 皆さんこんにちは。今日はノルウェーからの、ハルさんにゲストに来てもらいました。ハルさんは日本で働いているので、どうやって日本で仕事を見つけたのかとか、あと日本の生活はどうか、日本語の勉強をどうやってしたとか、そのあたりを聞きたいと思います。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまずちょっと簡単に自己紹介をお願いします。はい、ハルと言います。去年の6月から東京でソフトエンジニアとして働いてます。ごめん、何エンジニア？今はなんかほとんどなんかウェブ系の仕事が多いけど、うん、最近 AI の仕事も、はい、やってます。AI、難しそうですね。はい。AI をでも専攻してたんですよね。はい、マスターは、うん、AI だったんです。ちょうどそのマスターの時に日本に、交換留学で来てたことがある。はい、5年前かな、もう、はい、大阪で1年間、うん、交学、これなんだっけ、交換留学、交換留学交換留学、交換留学、うん、はい、しました。はい、で、交換留学が終わった後ノルウェーに帰って就職してたよね。はい、はい、大阪の時もなんか就活しましたが、うん、はい、なんかなかなか見つけなくて、うんうんうん、ノルウェーに戻ってからも就活したんだけど、コロナの中でちょっと大変でした。確かに。ノルウェーに戻って、ノルウェーでの、うん、ノルウェーでも就職活動したんですよね。はい。それは簡単にすぐ見つかったんですか？はい。あ、そうなんだ。そうなんですね。で、そこでノルウェーにいたけど、日本で仕事を見つけようと、したわけですね。はい、日本の会社にどうやって、例えばどの会社にするとか、うん、その、うん、あと何て言うんですか、申し込んだりエントリーしたりするじゃないですか、うん、そういうのとかってどういうところで情報を収集したりしたんですか？まあ、Google は恩人になったかな、うん、あ、 Google で調べた、うん、なんか日本のなんかどこが給料が高いとか調べて。給料って出てますか？出てますね。なんか、はい、グラストアというウェブサイトとか。あとでじゃあ字幕つけるね。はい。とか、はい、まあ、いろいろなウェブサイトあるから、それでなんか、なんとなく、会社の評価とか、はい、ああ、レビューとか、ちょっと待って、じゃあ口コミ口コミが書いてある。あ、書いてあるから。へえ。なんか外国人もよく書くから、うん、なんか僕にとって外国人の印象が一番大事だから、はい、あ、それってそこで働いてた外国人が、うん、なんかここはちょっとひどかったとか、あ、そう、よかったとか、うん、でそれで、はい、いろいろ調べて、うん、もうジャパンデブっていうウェブサイトもあって、エンジニア向け、エンジニア向け、向けの、うんうんうん、仕事、あ、え、なん、給食、なんていうの、給食サイト、給食サイト、はい、じゃあ実際、じゃあ今の会社を見つけたのはそこのサイト？
どうだろう、もう今の会社は5年前見つけたから、どうやって見つけたのかあんまり覚えてないけど、うん、多分、うん、そのサイトでかな。そしたらじゃあもうそこから申し込んで、うん、でもうあれ面接、面接、はい、最初はあと、はい、コーディングチャレンジがあったけど、はい、その後は、まあ、面接何回しました？何回まで 3回かな3回、うん、どんな感じなんですか？だんだん難しい面接になっていくんですか？いや、最初の方が難しいかも、はい、何を聞かれるんですか？最初は、まあ、あとそれもコーディングチャレンジだった。2人のコーディングチャレンジ、はい、で面接なのにコーディングチャレンジ、2人でなんか面接ペアプログラミングみたい。え、ちょっとごめんなさい、よくわからないんですけど、うん、エンジニアじゃないから、はい、ペアコーディングっていうのは、うん、じゃあ面接される側が2人一緒に組んで、うん、面接しながらコーディングするんですか？うん、なんか面接官、はい、が僕、面接官、面接官が僕のことちゃんと見てて、はい、なんか、はい、で僕はチャレンジを解く時に、うん、なんかどうやって説明するか、なんか自分の考えをよく伝わることができるかどうか、ちょっとなんか判断する。じゃあそのなんていうか、コーディングの能力だけじゃなくて、うん、その相手にどう伝えるかとかいう、うん、コミュニケーション能力を見られてる。それが一番大事。ああ、そう。なんかそのコーディングチャレンジ前、オンラインコーディングチャレンジもあるから、はいはい、それでコーディングの能力はわかるから、その後のコーディングチャレンジ面接は、うん、コミュニケーションの方が大切。そうなんだけどさ、その2人はオンラインで別々の場所にいるんでしょ、うん、それで面接官も別の場所にいるんでしょ。すごいね。え、それ時間はどれくらいやったんですか？1時間。あ、1時間ぐらい、うん、へえ、大変だった。まあ、時差も大変だから、ノルウェーと日本。確かに。朝早くて眠かったけど。で、知らない人とやるんでしょ、うんうん、緊張しますね。緊張します、うん。じゃあそれ無事通って、うん、2回目の面接はどんなだった？それは1対2かな。あ、自分が1人で2人面接官、うん、で履歴書とかちゃんと見てなんか聞かれた、はい、このなんか履歴書にいろいろ書いてあるんですよね、はい、なんか、うんうん、プロジェクトとか、はい、エデュケーションとか書いてあるから、うん、それなんかこれはどんなプロジェクトだったんですかとか聞かれて、どこが大変でしたとか、どの人 と、うん、と一緒にやりましたとか聞かれて、はい、で、まあ、答えました。その面接は日本語ですか、それとも英語？完全に英語。完全に英語、全部英語、うんうん、じゃあその今働いてる会社では、じゃあ日本語力は求められていないですか？そうですね、先生。じゃあその面接とかその求職活動してる時に、じゃ あの日本語力は例えば N いくつとかないとダメですとか言われなかったですか？うん、英語だけでは先生大丈夫と、はい、書いてありました。そういう会社を選んだんですか？はい、なんか英語だけは大丈夫の会社は、はい、給料が高いと聞いたことありまして、はい、うん、日本だとね。、うん、なるほど。なんか日本語が必要な会社は多分、はい、伝統的な会社だから給料が低い。それ、うん、それだけじゃなくて多分、うん、とリモート多分はあまりないし、あとフレックスタイムも多分なさそう、はい、だから働きにくい感じがした、うん、3回目の面接はどんなことをしたんですか？それは社長。社長は最後、はい、じゃあ社長は英語が話せる人なんですか？うん、うん、英語はめっちゃペラペラで、うんうん、日本人。あ、で何を聞かれたんですか？そこでは何を見られたんですかね？なんか僕のアンビションとか、あ、目標とか、はい、なんか今後どうしたいかの部分ですか？5年後なんかどうしたいとか、はい、うーん、この会社で何したいとか、うん、いろいろ聞かれた。なんか、はい、相性がいいかどうか多分ちょっと判断した。なるほど。で相性が良くて入ったってことですね。うん。じゃあもうその面接の段階で受かったら日本に来るっていうことは前提の仕事だったってことですか？はい、仕事なかったらもう、うん、ビザ
もらえないし、取れないし、うん、先手だった。うん、で、あ、そう、あとそれからね、よく日本では外国の人にあのマンションとか貸してくれなかったりするんですよ。うん、そういうのは問題なく借りれましたか？僕もそういうのを聞いたことはあるんですけど、はい、本当？本当ですかって。あ、じゃあ、よかったですね。うん。うん、まあ、多分、いや、どうだろう。日本語は大体わかるから、多分問題なかったかな。あ、じゃあ実際、その不動産会社の人とも話した。うん。うん、で、はい、まあ、何回もあって。うん、何回も、うん、うん。なんか、ちょっとなんかおすすめされたから。はい、あ、この家がいいですよとかって、うん、じゃあ借りてほしかったってことですね。うん、おやっぱりちゃんとした会社の仕事があるっていうのが大事な、あれ安全だから、うん、ですよね、うん、それかもしれないですね。なるほど。じゃあ次にあの今の日本での生活について聞きたいんですが、うんうん、どうですか、日本に住んでて住みやすいですか？住みやすいかな、まあ、あ、どうだろう。住みやすくないのかな。楽しいけど、はい、乗るよりそんなに住みやすいかどうかわからんけど、なんか、あ、どの辺が、なんかちょっと遅れてるかな、日本。どの辺が。そうやね、そう思うよ。現金とか。あ、そうですね、現金ですね、銀行とか、なんか、うん、住むはなんか資料紙の資料が多いから。そうか、データじゃない。そう、ハンコ、チクチクチク、ハンコ持ってる。作った。なるほど。それはちょっとめんどくさい。なんか、ノルウェーだったら、簡単にウェブサイトでなんか、1分、ノルウェーの現金は多分10年間、先生見てない。あ、使ってないから。でも、今はなんか、ちょっと太い財布で持っていかないといけないから、それはちょっと。あ、札がいっぱい入ってるってことですか？いや、札だけなくて。お金持ち。お釣りとか。あ、お釣りね。お釣りは重い。ジャリジャリしますね、小銭がね。うん、あ、そっか。最近少しはね、だいぶ日本もペイペイとか。うん、あ、ペイペイ好き。ペイペイ。そう。そっか。他はどうですか？好きなところは多分、うん、仕事の後とか、うん、同僚と一緒に居酒屋に行ったりするから。ノルウェーはしない。私あんまりしなかったかな。外食するのはなんか高いから、はい、でも、うん、日本はまあそんなに高くないから、うん、毎日は行かないけど、うん、週に 2,3 回ぐらいは。いいな。私やっぱり高くて行けない。なるほど。うちの会社はなんか、同僚と一緒に飲みに行ったら、うん、ちょっとお金もらってるから。どういうことですか？なんか会社はなんかみんな仲よく なるため、なんかちょっとお金出してくれるんですか？出してくれる、うん。それはなんか初めて聞きました、そういう会社。写真一緒に撮ったら、なんか同僚となんか、はい、こうやって、うん、居酒屋でそれをみんなに見せたら、なんかお金もらう。例えば、その使った代金の何パーセントと何もの、あ、半分。じゃあ例えばね、うん、まあしないと思うけど、一晩で10万とか2人で使ったとするじゃない？あ、そこまではダメかな。それはないよね。2000ぐらいかな。あ、ずいぶん急に。でも2000もらえたらいいんですね、うん、そしたら4000円食べて2000円で食べたことに、うんうん、それなら同僚と仲良くなれそう。素晴らしい会社ですね、初めて聞きました。じゃあ今後はどうする予定ですか？まあまあ将来わかんないとは思うけど、うん、一応ここ5年ぐらいの感じとしてはまだ日本にいそうですか？まあ、ずっと日本かもしれない。死ぬまで？死ぬまではどう多分とリタイアするときは多分ノルウェーに帰ろうと思うんです、うん、それはやはり福祉がしっかりしてるからですか？うん、そうだよね。なんかそうですよね。と両親はなんかちょっと年取ったら、うん、ちょっと世話、そうだね。でも、うん、なんか日本でなんか結婚したらもう戻らないかも。ノルウェーに誰かいるんですか？いや今はいないですね。あ、じゃあ今探してるとこですね。まあ、いたけど、あ、うん、別れても、あ、残念でしたか。残念会いに行く。そっかそっか。それ出会いはありますか？出会いはなんかエンジニア だから、なんかないイメージがあるんです。あんまり男性の方が
ほど多い、うん、なるほどダメ。じゃあどういうところで出会うんですか。アプリが多いかな。アプリか。何使ってるんですか。いろいろ使ってる。その辺は聞かない方がいいですか。それともみんなのために、まあ、別にいいけど、なんか真剣なアプリは使ってる、うん、なんか真剣なアプリってどんなのですか。ウィズとかペアス。その辺は無料。無料じゃないね。あ、女子は、うん、女子は無料。ダンスだけはちょっと。婚活アプリか。婚活じゃないけど、婚活ではない、真剣に付き合いたい人向けアプリ。なるほど。おすすめですか、そのアプリは。おすすめ、まあおすすめですね。へえ、知らなかった。でも、うんうん、Tinder とかはちょっと遊びだけで、僕は そういうアプリを避けて、うん、なんか真剣に付き合いたかった。うん、なるほど。生活には今困ってなさそうですね。うん、困ってない、うん、ちょっと家賃が高いけど、それは別の問題。聞いてもいいですか。家賃はおいくらですか。11、12万ぐらい。ちなみに広さは40平米。あー、日本にしちゃ広いよね、一人暮らしにしては。僕一人にはちょっともったいないぐらい、うん、でもうん、彼女ができたらちょうどいいかな。なるほど、もうそういう計画済みなんですね。二人で住めるように、うん、日本だとなんか結婚して、うん、なんか子供ができてなんか家を買うっていうのがなんとなく日本でよくあるパターンなのかな。でも僕が聞いたのはなんか、うん、ノルウェーはアパート買ったら何年後、うん、なんか価値が上がるから。いやでも日本は買ったら下がるから、特に新築の家なんか、まあ、マンションもだけど買うともうすぐ価値が下がるから、うん、難しいところだよね。 Before we move on to the last part of the interview, let me introduce my new course, Japanese Phonetics with Fumi. As you can see from the name of the course, this course focuses on Japanese pronunciation, rhythm, pitch accent, and intonation.I understand that many people have concerns about how they sound phonetically, so I created this course to help you build confidence in speaking. If you are interested, please visit speakjapanesenaturally.com. I'll include the link in the description. 最後に、日本語の勉強について聞きたいんですけど、そもそもいつぐらいから日本語の勉強を始めてるんですか？もう多分大阪の時からずっと勉強してるけど、うん、でも大阪の時ってその時にはすでに日本語話せたと思うんですよ。いや僕はあんまり喋れなかったと思うけど。いや十分私たちと日本語で喋っていましたよ。会った時は多分半年ぐらい。ああ、会った時は日本語の勉強して半年ぐらい、うん、ちょっと待ってください。ひらがなとか勉強しだしたのもその頃ってことですか。6月から。じゃあそれまでは本当に何も知らなかったの、うん。多分ナルトはめちゃ見てたから。日本語で見てたの。日本語だけど字幕は英語、うん、字幕英語で多分ちょこちょこなんか、いやちょっとだけなんか多分耳はしてた。耳、うん、うん、意味はあんまりわからなかったけど、うん、勉強し始めたら、はい、ちょっとあ、これどういうそういう意味だったとか、あ、聞いたことあるとか知ってるっていう単語あった。うん、ナルトはじゃあ何年ぐらい見てたの。小1かな。あ、結構そこは急に長いね。あ、そうだ、小1からずっとナルト。ずっとナルトだけ見てたの、うん、じゃあ同じの何回も見たの。いや、なんかナルトはなんか週に1回出てくるんじゃないですか。もうそかそか、もうその今配信してる時に見てたっていうことですね、うん、はい、うん、って小1からじゃあナルトはいつぐらいまで見てた。高校までやってたかな。そんなに長くやってるんだ。うん、長かった。あ、いや漫画は高校の頃終わったけど、うん、はい、アニメはもうちょっとはやってたけど、はい、あんまり覚えてない。じゃあそれをでも継続してずっと見てた、うん、でも1話につき1回しか見てない、うん、じゃあ別にそんなにそこまで見てたわけじゃないよね。多かったよエピソード。いや、そうだけど週に1回しか見てないってことでしょ。あ、そう、そりゃそう。そりゃそう。だけど小1からだからまだ耳が若かったのかな。うん。でも、いやすごいね。日本なんか、音は少ないから、あ、そんなに難しくはないと思う。確かにね。音はね、少ない。そう、その通りですね。
そうですね、母音も5個しかないし、子音もいくつだっけ、少ないですね、かなり。じゃあちょっと質問を変えて、ひらがなとかカタカナは覚えた方がいいと思うんですが、それが終わった人には、じゃあ例えばどんなことをお勧めします、勉強法として。何をしました、その最初に。僕の場合は なんだっけ、多分と簡単なと、グラマーとかと文法を勉強してて、あ、それは何で勉強 しました。オンラインでテイキンっていう人はそれを書いて、じゃあそこのサイトはすごい良かったですか。ちょっと多分今見返すと、ちょっと間違ったところは多かったけど、あ、そうなんだ。初心者には良かったかな、なんか分かりやすかった。あ、じゃあ簡単にまとめてあるみたいな感じかな。もし今もう一回自分が同じ道を行くとしたら、そこを使う？やっぱ使う？あ、間違いがあろうとも、そこを使うっていうのはよっぽど分かりやすいっていうか、なんかやりやすかったんだね。でも、その間違いは多分、ちっちゃい。ちっちゃい間違い。ちっちゃい間違い。じゃああんまり気にしなくていい間違い。そう。じゃあそれで文法やって、あとは何しました？なんか、それはなんかトフ語のワニカニ。はい、ワニカニ。ってアプリ始めて、で、それでもう、今はなんか、去年か、一昨年終わった。なんかケレアしたワニカニ。長いことやってたんですね。もうめっちゃ早かったら多分2年間で。早くて2年かかるのか。まあ1年間でもできるかな。でもちょっと、まあ、めっちゃつるはめっちゃ大変。で僕はブランクがあったから。はい。なんでノルウェーで働いてた時？それは、ノルウェーに働いた時はちょっと日本語の勉強は、しなかった。しなかった。ちょっとやる気が なくなった。あ、それはなんで？なんか、ね、コロナのせいでなんかノルウェーの大学から卒業した時は、インターンシップできたけど、チケットも買ったんですよ。あ、日本でやるチケットも買ったの？買ったんですけど、買った後、1ヶ月後、なんかコロナのせいでキャンセルされた。で、日本はもう外国人入れなかったもんね。外国からの人、なんか、あれ？閉じちゃったんだっけ、日本は。全然。だから、あら。あ、もう日本に行けないと思って、もう、がっかりして、もう落ち込んだ。めっちゃ落ち込んでて、日本語の勉強もやめた。あ、そうか、じゃあもうがっかりしちゃって、もういいやってなった。もう多分コロナがいつ終わるか分からなかったから。確かに、あの時は大変だったもんね。やめちゃった、日本語。あれ？じゃあなんでその後、また、コロナが終わってきたから？1年経って、まあ、いつか日本に行けるんじゃないかな。気持ちが変わってきたな、気持ちが。諦めなかった、日本に行くのは。あ、よく日本が好きな人が、こう日本に住んでみてがっかりすることっていっぱいあると思うんだけど、まだそのがっかりよりはいい方が勝って。買ってるかな、そう、あんまり、いや、それもなんかそういうの聞いたことある、なんか、日本はきっといい国、日本にきっとなんか引っ越したいと思う人は多いけど、実際に行ったら、そう、え？なんかいろいろね、閉鎖的だったりとか、新の会社もそういう人行ったんですよ、なんか、あ、やっぱいるのか、まあいろいろあったかもしれないけど、あ、そうだね、はい、じゃあ聞きたいこと聞いたっけ、これで。なんか言わせたことないかな、い大丈夫かな、大丈夫。じゃあ今日はどうもありがとうございました。 ありがとうございました、はい、じゃあ皆さんさよなら。さよなら。私が夫と住んでた東京はね、49平米あって、でもね、それ三軒茶屋の徒歩2分だったの、すごくいいところで、当時で13万いくらして、そう、でもね、そこね、築20年ぐらいで、住んでる時に、その持ち主の方が亡くなって、買いませんかって話が来て、1600万円って言われたのね。で、
その時私お金がなかったから、ありえないと思ってあの結構ですか言っちゃったんだけど、後から考えたらあれ1600万円絶対買っとくべきだったなって、すごくね今でも後悔してるチャンスをつかまないっていうのはいけないことだったなって